こんにちは、整体院専道の松浦です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回の話は、当院の施術のコンセプトについて、お話ししたいと思います。はい、当院はですね、健康の根源は脳にありという理論のもとで施術を行っております。はい、なんだかちょっとカッコつけたキャッチコピーになっているんですけれども、その理論のもとで行っているのが、脳活整体と呼ばれるものです。はい、この脳活整体、実は私が勝手につけたものなんですけれども、現在商標登録を申請中です。ただこの脳活整体、私が一から作り上げたものではありません。この脳活整体の中心的な主義になっているのが CSF プラクティスと呼ばれるもので、日本語で言うと脳脊髄液調整法と言います。この主義の草案者が東京の蒲田で開業されておられます宮野治療院の宮野弘隆先生という先生です。この宮野先生におかれましては、以前にも紹介したんですけれども、こちらの本ですね、脳の呼吸を整えればあなたの全身は蘇るという本があるんですけれども、こちらの本がですね、一般の方向けの本になっておりまして、この脳脊髄液調整法の大体の概要が書かれています。ではこの脳活整体と聞くと、この脳活っていう響きに対してどうもこう脳トレのようなイメージを抱く方多いと思うんですが、俗に言う脳トレというのは、大脳だけに、人間の大脳だけにアプローチしているものです。要するに、人間の考える力、思考とか感情とか、そちらの方面だけに、アプローチしているものなんですけれども、当院で行っている脳活整体、この脳の中でも一番、重要な部分、脳幹の部分に、アプローチしているということが言えます。ではこの脳幹の部分が活性化してくるとどうなるかというと、それがこちらに書いた自律神経ですね、自律神経の働きが良くなります。脳幹というのはこの自律神経の司令塔のような役割を担っています。はい、ではこの自律神経の働きが良くなるとどうなるかというと、ほぼ全身の機能、全身の健康に、良い影響を与えてくれるということが言えます。その中でも、最近特に注目されているこの免疫力ですね、この免疫力は、この自律神経の働きに直結していると言っても過言ではありません。はい、なのでこの免疫力を上げるために、世間一般的には、こういう栄養がいいですよとか、こういう運動がいいですよとか、こういう音楽がいいですよとか、いろいろ言われているんですけれども、それがもちろん間違いではないと思うんですが、ただこちらの大元である自律神経の働きがちゃんと働いてないと、あなたがいくらいいことをしてもそれが十分に発揮されない、十分な効果を得られないということが言えます。今この免疫力だけの話をしましたけれども、その他このスポーツだとか仕事や勉強、あとメンタル面ですね、こういったことも全てにおいてこの自律神経が関係しています。はい、なのでそのことをイメージしたのが、こちらの私が書いたね、ちょっとよくわからない絵になるんですけれども、要するに、繰り返すようなんですが、何をするにしても、その土台は脳であり、この赤いのがね、自律神経をイメージしているんですけれども、自律神経がしっかり働いていなければ何をしてもそれは効率の悪いものになってしまいますし、せっかくいいことをしてもその効果が十分に発揮されないということが言えます。はい、では脳の機能を落とさないようにするためにはどうしたらいいかというと、ここにある睡眠ですね、もう何を置いても睡眠が第一です。はい、もう寝不足をしてしまうと、脳が疲労し自律神経の働きが低下し、免疫力も低下してしまいますし、全ての効率も悪くなってしまうということが言えます。それに加えて、脳の働きが今度低下してしまうと、今度睡眠の質も落ちてきます。そうなると眠れない、脳の働きが悪くなる、また睡眠の質が下がるっていうふうな悪循環に陥ってしまうということが言えます。逆に、脳がしっかり働いていると、睡眠の質も良くなります。そうすると、自律神経の働きも良くなり、免疫力の低下を防ぎ、何をするにも効率が良くなり、その効果が発揮されやすくなるということが言えます。というようにですね、当院のコンセプトである、健康の根源は脳にありというのは、まさに生きる根源は脳にありと言ってもいいと思います。その生きる根源である、脳の働きを活性化する、そのお手伝いをさせていただくのが、この脳活整体な
なんです。はい、ただ、この動画ではお伝えしきれないこともたくさんありますので、お近くにいる方はですね、ぜひご覧いただければと思います。はい、あとご不明な点、何かご質問等がございましたら、下の説明欄の方にですね、当院のホームページであったり、LINE の公式アカウントなどの URL を貼っておりますので、そちらの方からお問い合わせいただければと思います。はい、ということで、皆様のご LINE、お問い合わせ等を心よりお待ちしております。ご視聴いただきましてありがとうございました。脳活整体師仙道。